SNS で、うん、まあ、販売は目的とせず何の気なしに載せていたバラの写真、うん、絵の写真を、うん、これ売ってるんですか、欲しいですって言ってくださって、嬉しいですね。じゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、まさきさん、今回はですね、こういった、展覧会出してるんですけども、今回こちらの絵出展いただいたんですけども、はい、こちらの絵についてちょっといろいろ詳しく聞かせてもらっていいですか。はい、私が描いているものは、はい、エモいアートがすごく好きで、人の感情に直接届けることができたり、人の気持ちにちょっと触れることができたり、くすって笑ってもらえたりっていう心の動きをすごく大事にしていて、うん、でそういったものを大事にしているエモーショナルなアートっていうのを目指して描いています。でこれもその一つで、前はエスプレッソを香りにこう包まれているような絵とかも描いたんですけれども、今回はウイスキーをテーマに、私も家族も結構ウイスキーは好きで、まあ、あんまり飲めないんですけど、うん、ちょっと憧れっていうのがあってあ、そう、飲めないなりの憧れがあって、はい、そういったこう憧れってキラキラした気持ちがあるじゃないですか、うんうんうん、そういう、あ、素敵だな、こんな夜を一緒に過ごせたら楽しいだろうなっていう、こう想像上のご夫婦を、うんうんうん、ゆったりとした雰囲気でくつろいでるっていう表情で描くことで、うんうんうん、見てる人もちょっと心穏やかに楽しく過ごせたりとか、素敵な時間を過ごせてるような気持ちになる、うんうんうん、そういう意味でちょっと心に届くようなシチュエーションの絵を今回描いています。なるほど、はい、なんかあれですね、まさきさんの絵は前のエスプレッソの時もそうでしたけど、うん、なんか絵本の中のようなこうなんかデフォルメされたキャラクターのような人物が描いてあったりとか。そうなんです、ね、はい、デフォルメするのも私もすごく好きで、そうなんです、線とか形にはリズムがあって、うん、それを楽しむって、私自身も描いてて楽しいし、うん、見てる人もそういう流れとか、うん、繰り返しのリズムとか、うん、そういったものを楽しんでもらえるっていうので、うん、結構私はデフォルメをして描くことが多くて、平面的な表現がすごく多いんですね、うんうん、もちろん写実的にこうリアルに描くっていう魅力、そういう方向性もあるんですけども、うん、私はどちらかというと平面的にこの絵として楽しい、うんうん、絵としての存在感っていう魅力を追求したいなと思って描いてるんです。なんか僕てっきりまさきさんの絵を最初に見た時にすごい絵作りが上手だし、うん、あとそのキャンバスの目をすごい活かした表現、うんうん、をしていて、なんか絵画のいいところがすごい出てるなと思っていて、てっきり絵画系出身の方だと思っていたんですでお話を伺ったらそうじゃないですよね。確かに。そうなんですよ、はい、私は本当は油絵を目指して美大に入りたかったんですけども、はい、なかなかこう絵で生きていくの難しいって思っている両親だったので、うん、そうもいかず、まあ、諦めるっていう形でデザイン科に入ってデザインの勉強をしてきたんですね、うんうんうん、でデザインの勉強をしてるのにも良、まあうん、かったなって感じることはありまして、うん、デザインって人お客様ありきで他人目線っていうのを常に意識して提供するデザインだったりするので、見る人の気持ちを想像するっていうことはすごく勉強になりました。あ、なるほどね。結構この絵もそうですけど、ね、食べ物とか飲み物がモチーフであったりとか、あとそのなんかね、飲食店とかカフェとかに飾りやすそうな絵だなと思って、ありがとうございます、はい、前なんか確かカフェでも個展をやられていたんですよね。そうなんです、はい、地元のカフェ何軒か声かけていただいて、はい、いろんなところで地元でよく展示をさせていただいてるんですよ、うんうん、はいはい、そういう背景もあってカフェに似合う絵にしたいなっていうイメージをもとに描いてる場合も結構多いです。あ、なるほどな。なんかまさきさん本当にその絵の中の世界とこの自分のこのなんだろうな、お部屋の雰囲気の詩とか、あとその活動のこうなんでしょうね、方向性とかがすごいなんか合致してるなと思っていて、なんかこうファッションもそうですし、こう絵の中にから出てきたような感じですし、こうね、世界観があるなっていうふうに思ってます。ありがとうございます。その展示の搬入にご一緒した時も、はい、描いた絵とたまたまその時着ていた服の色が同じ配色で、ね、私もそうですし、はい、もう一人いた皆さんそうでしたし、結構みんな自分の好きな色の世界って一つ決まってて、うん、あ、そういうのが絵に出てくるんだなっていうのを改めて感じた瞬間でもありました。なんかそうですね、結構僕生徒さんとかにそのいい絵の条件の話とかされるんですけど、うん、一つ確実に言えるなと思ってるのが、なんかその人を感じる絵ってすごくいいな、強いなって思、魅力的だなと思っていて、まさきさんもまさにそのなんかこの世界の中にまさきさんがいそうだなっていう感じ。本当ですか私結構それ意識してるんですよ。大事だなと思ってて、で日頃自分がこう住んでる空間、うん、生活空間も自分の好きな色、例えば木目調の家具が好きだったりとか、そういうブルックリンの雰囲気が好きだったり、北欧 の、うんうんうん、そういうアンティークな感じが好きだったりっていうのをこだわって一つの世界
界観で統一することで、うんうんうん、よりその素敵さの中にいられる、ワクワクして生活できるって思っているので、うんうん、結構自分がそれを体験することもすごく大事にしてますし、うん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 、それを絵にすることもすごく大事にしてますね。うん、そう、まさきさんよくズームとかで参加されてると背景がすごいおしゃれだなと思っていて、本当ですか、ありがとうございます。すごい、それで前なんかお話伺ったら、その空間で演出とか空間デザイン系の勉強を大学の頃にされていたという話されていて、でさっきもちょっとお話出てきましたけど、そのお客さんありきでこうなんか、ね、そういう空間をデザインするみたいなことをされてきたわけなの でそれでなんかこういうね、飾りやすい絵というか、あの空間の中に自然に飾れるような、絵が描けてますし、あと発表もできてるなっていうふうに思っていて、よく分かってくださって、はい、そう、お客なんか画家さんってやっぱりその描くことに夢中になるから、うん、その技法の話とか、あとそのモチーフへの思い入れとか、そういうこともに熱くなるんですけど、まあ、それも当然大事なんですけど、お客さん側からするとインテリアの一つの選択肢として買うわけですよね、絵画の場合って、ね、なのでなんかそういう空間の中でどういう空間にどういう絵を飾ってほしいかみたいな視点で作ってる作家さんはなんか、なんだろう、なんか活躍していきやすいだろうなっていうのは思いますね。嬉しいです、はい、うん、そうですね、なんかすごいお話を伺うとすごいいろいろなんか合点がいくというか、ああなるほど、空間のデザインしてたからあんなに部屋がおしゃれ でなんか統一感がありで、ね、こういう感じね、額装もいいですし、なんか、この作者の、ね、こうなんか雰囲気コンセプトみたいなのもなんか一貫してるなというか、はい、ありがとうございます。絵ってコミュニケーションだと思ってるんですよ、はいはいはい、一枚の絵なんだけど、はい、その向こう側には見る人がいて、はい、で自分としては愛情表現の一つだと思ってるので、うん、見る人にいい気分になってもらいたいとか、はい、一つの愛情の形じゃないですか、はいはい、それを届けるために描いてるし、はいはい、見る人にそれを受け取ってもらうことが私の喜びだし、うん、常にそれをイメージしながらどんな価値が届けられるかな、どんな魅力で楽しんでもらえるかな、はいはい、もうエンターテインメントだと思ってるんで、楽しんでもらえることが大事、はい、それを元に描いてる感じなので、こう飾った先でどんな風にこの絵が部屋を演出するかとかもすごい想像して描いてはいます、うんうんうん、あ、いいですね、なるほどな。そんな正木さんですけども、こういう絵を描いていて、うん、結構その描き方にもこだわりがあるんだろうなっていうふうに思っていて、はい、絵を描いていて一番楽しい瞬間とかってどういう瞬間ですか？そうですね、はい、一番楽しいのは色を重ねる瞬間です、うん、で多分作家さんってどんな人も描いてる時にこう絵図に入る瞬間ってあると思うんですよ、はい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 、ありますね。私はそれが色を重ねる瞬間 で色もべったり重ねちゃうと下の色って全部潰れちゃうじゃないですか、はいはい、で潰さないように私の場合はキャンバスの下地の下塗りの色を残してペインティングナイフでキャンバスのデコボコの出てる部分だけに色を乗せたりとか、かすれる感じ、もともとなんでかすれるのが好きかっていうと、アンティークペイントとかが好きなんですよね、北欧アンティークの家具とか、そういうところからあ素敵って思った気持ちが絵につながって、そういう表現につながってるっていうことなんですけど、それで色の重なりで今までにあんまり見たことのない色の表情とか、これだと輝きも表現してるんですよ、暗いところを背景に明るい色を徐々に徐々に重ねていって、キラキラした輝き、憧れの感情っていうのを色の重なりで表現するのをやっていくと自分もすごく楽しいし、でそれ楽しんでよし思った表現ができたってなると、それもやっぱり見る人に伝わるじゃないですか、そういうのを感じられた手応え、その瞬間がすごい楽しいです。じゃあこのかすれた、ね、キャンバスの目を生かしたタッチみたいなのは結構そのアンティーク家具を作るときにあえて汚しを入れるみたいな、うん、なんかそういうのと通ずるところがあるんですね。そうなんですよ、汚したり剥がしたり、まあ、実際剥がすって言ってもあまり剥がすことはないんですけど、はい、重ねながらも似たような風合い、はい、布目のような木目のような、そういう雰囲気を残すっていうところ、うんうんうん、なるほどね、あいろいろとなんか説明聞くと合点がいきます、うん、なんかね、なるほど、そうなんですね、なるほどな。 ちなみになんかこう松崎さん結構いろんな活動を画家としてされてると思うんですけども、今絵を描いていて一番楽しい瞬間の話聞かせてもらいましたけども、もうちょっと幅を広げて作家活動をしていてどういう時に一番楽しいと思います？そうですね、うん、やっぱり見ていただいて、うん、そのお客様が絵を見た瞬間、うん、ちょっと顔の表情がほころんだりとか、うん、笑顔になったりとか、くすって笑ってくれたり、はいはい、リアクションをこう見て取れる時がすごく嬉しい瞬間ですね。うん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 、
確かにそうですね、まさきさんの絵なんかこう可愛らしいキャラクターが結構出てくるので、なんか可愛いみたいな感じがありますよねありがとうございます。たまにおふざけを入れたりするんですよ、はいはい、ギャグみたいなのを入っていたりとか、はいはいはい、言葉の掛け合わせのギャグだったり、うん、あとはこういうふうなちょっとほっとした瞬間もそうですけど、うん、結構おまぬけな瞬間とか、うん、スッと笑ってもらえるっていうのをイメージしてるので、ちょっとふざけたところが多いんですよね、はいはい、なんかすごい、なんかまさきさんの確か何かの LINE だかのアイコンでなんか飼い犬の絵があったと思うんですけど、なんかすごいとぼけた表情をしていてそうなんです。で時々まさきさんの SNS で出てくる実物のそのワンちゃん見ると、あ似てると思って、こういう顔してる確かにと思って、その保護犬でうちに来た時にすごいおどおどしておよよおよよした感じで、その顔がおよよ顔で可愛くて、やっぱそうなんですね。それを絵にしてアイコンにしてるんですね。そう、なんかあの表情にすごい思い入れがあるんだろうなと思って。そうですそうです、今はもう落ち着いちゃって堂々として楽しそうな充実した表情なので、あの顔はあの時だけだったので、だからもう変えれなくてアイコンを。なるほど、いやなんかほっこりする話ですねそれなるほどな、そうなんですね、うんうんうん、まあ、そうですね、やっぱりそのあれですね、実際にその部屋にこもって絵を描いてるだけじゃなくて、その発表してお客さんとこう、ね、交流したりとか、その絵をきっかけに会話をしたりとかっていう中で、結構そういうね、お客さんがクスッと笑ってるところを見たりとか、あと自分がこの絵に込めた思いみたいのが伝わったりした時になんか楽しいっていうのはありますよね。そうですよね、うん、確かに それは確かに発表する醍醐味ですよね。そうですね、自分が意図したことが伝わったっていう喜びとか、込めた思いが届いたっていうのがすごく嬉しいです、うん、そうですね、うん、そう、その感覚なんだよっていうのが伝わるとなんかすごく嬉しいですよね、うん、確かにそうですね。なんかもちろん作家活動やってると結構絵が売れたりとか、あとそれこそね、目の肥えたコレクターさんに認めてもらえたりとかね、あといい会場で展示ができたとか、そういういろいろ嬉しいことはたくさんありますけど、やっぱりそのそういうなんかね、金銭的なものとか、あとそのキャリアアップとかっていうこと以外でもで言うと、やっぱりその自分が作品に込めた思いみたいなのが目の前のお客さんに伝わったっていうのをこう感じ取れる瞬間っていうのは、なんかもう何にも代え難い嬉しさはありますよね。感じてもありますね、あります、あります。そうなんです、よく気づいてくださいましたみたいな感じになりますよね。密かに込めた思いとか、うんうんうん、本当に部分的なところに気づいてくださって、ここってもしかしてとか言ってくれると、うん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 、そうなんですよみたいな通じ合った感じ。そうですね、そう、わかります。そう、そう、それは確かに画家ならではのなんかね、そうなんです、作品を発表してる人ならではの喜びですね。私の絵だと、アイコンとして目印の赤いバラを入れたりしてるんですよ。で、これを知ってる人は探してくれたりとか、知らないけどなんとなくいつもあるなと思って話題に触れてくれて、はいはい、実はねっていうことで、いつも入れてるんですよって話をしたりとか、そういう発見とか、あとリスをたまに入れるんですね、はいはい、うちのちょっと印刷ですけど、エスプレッソたまらんの方はリスがその現象を見て驚いてて、まあ、それはそこで起こってることを強調するために第三者として入れてるんですけど、はいはいはい、そういうのも、あ、いつもリスいるよねって気づいてくれたりなんかすると、はい、すごく嬉しいですね。なるほど、コレクターさんの方とかでね、何枚も自分の絵を買ってくださる方だと、あ、ここにもくれいたみたいなのありますよね。そうですね、僕もたまに小さい昆虫とかを花に紛れさせたりとかしてるので、ありますね。なるほどな。そう、なんか結構 NEC に入って結構いろんな活動してきたと思うんですね。こういう大きな会場で展示したりとか、あとこの間なんかは住宅展示場で展示をしたりとか、いろいろやってきたと思うんですけど、今後こういう活動していきたいとかっていうのってあります？なんか、そうですね、もちろん展示とかもそうですけど、ゆくゆくは私はエモーショナルな絵を、すごくみんなにもいいよっていうのをもっと知ってもらいたいので、それを知ってもらえる機会を作ったり、あとオンラインの動画の講座も今作って準備をしているところで、それをみんなにも見てもらって、すごく感情に直接こうやって働きかける絵ってすごい素敵だねっていうのをみんなに感じてもらって、後々エモ派っていう派閥をつけたいんですよ。エモ派の画家たちなんですか。そうなんですよ、まあ理想を言うと、まあ、野望を言うと、将来教科書にエモ派ってこう歴史年表に載るような、あ、まあ、冗談ですけど、面白いですね、それぐらいの気持ちでそのエモーショナルな価値をみんなで共有して、そうすると結構みんな自分の個性を遠慮なく出せたりとか、あ、自分らしさで言っていいんじゃんっていう、結構
絵を習ってる方って、うん、こうしなきゃいけない、ああしなきゃいけないってこう、うんうん、お偉い先生に言われた言葉がずしんとのしかかって、うんうん、自由に身動き取れない人って多いじゃないですか、うんうんうん、そうですね、そういった方がね、うん、あの徐々に自分の気持ちを解放して個性出していけたら、うんうんうん、もっと楽しいことになるんじゃないかなって思っていて、ね、エモ派の哲学熱いですね。そうなんですよ、そういう思いでエモ派は進めていきたいなと、うん、いやいいですね、なんか今っぽいですね、この共感重視というか。そうですね、そう、なるほど、うん、エモ派の思い熱いですね、いいですね。全部本質的には感情があるって思ってるんですよ、うん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 、でもちろんね、先生も描き方とか売り方とか教えてくださってますけど、うんうん、その本質的な部分もこの先生教えてくださっていて、うんうんうん、そういうところ、感情が関わってくる部分をこれからの時代は大事にしていかなきゃなってすごい思ってます。なんかみんなそこに何だろう、価値を感じてこう求めて集まってきてくれてる感じはありますよね。そうですよね。 NSC とかで活動してても、うん、当然そういうこういうすごい会場で展示できるとか、うん、そういうこういう会場でコレクターさんに絵が売れるとか、そういう体験を求めて、もう嬉しいっちゃ嬉しいんですけど、うん、結構皆さんの様子見てると、なんか画家同士で集まってこの絵の話で盛り上がってるだけで楽しいみたいな、ね、結構ありますよね。ありますよね、うん、そう、そういうのを見るとやっぱりね、そういう感情的な交流というかが今はすごいみんなね、うん、あの価値を置いてるんだなっていうのを思いますね。なんかそうですよね、うん、なるほどね。いや、面白い話が聞きました。そうなんですね、エモ派いいです ね、 ねなるほどね。エモい絵はお好きですか？そうですね、僕結構なんか実はあんまりもともとそういうの得意じゃなかったんですけど、活動をずっと続けていくうちにこうなんか自分のその僕結構技術にこだわるタイプなんですけど、うんうん、その技術を突き詰めていった先に乗るなんかどうしようもない何かみたいなのがあったりとか、そう、なんかすごいストイックにこう作業を積み重ねていくんだけど、最後の最後にこうなんだろうな、自分の中の自己ベストを更新するクオリティの絵が描けるかどうかっていうのは、そのなんかどうしようもないか、言葉にできないような感情が乗るかどうかで勝負が決まるとかであったりとか、あとですね、やっぱりお客さんとたくさん交流してると、うん、なんかあの自分一人ではあの考えつかないようなコメントをいただいたりとか、うん、絵の見方をあの知ったりとか、自分をある意味で再発見させてくれるようなことが結構あって、うん、その時に結構そのなんだろうな、エモーショナルな気持ちになりますね、うんうん、なんかあの、ね、なるほど、そう見えるのか。美術的にも、はい、そのあの金箔ですとか、はい、あの表現の技術的にもすごいですし、はい、プラスあのトンボの夕日のシチュエーションの絵とかも、はいはい、めちゃくちゃこうエモーションな感じで、あれだいぶエモめですね。エモめですよね、その両方を持っていらっしゃるなと思って、はい、すごいなと思います。そう、うん、あの赤トンボの絵はかなりエモい絵ですね、自分の中では、うんうん、あれはちょっと語るとあのちょうどこれぐらいの時期、10月ぐらいになると体が夏モードから秋冬モードに変わるじゃないですか。なんかその、うん、なんでしょうね、あの朝なかなか眠くて起きれなくなるとか、あとそのなんだろう、無限に頑張れなくなるとか、なんかその夏みたいにこう無限に頑張れなくて、こうなんかちょっと体がなんだろう、秋冬に備えてこうなんだろうな、体力を温存しようとし始めてる感じというか、そうとか、あと僕なんか喘息持ってるので、なんかその呼吸が浅くなったりして、なんか生き物としてピンチを感じてると思うんですよ。厳しい冬が来るぞみたいな感じで、その時のこのなんかなんだろうな、命が儚げに揺らいでる感じというか、あのあなんか俺そのうち死ぬんだったそういえばみたいな、そういうなんか限りある命みたいなのの儚い感じをがあれに乗ってますね、あの秋の、秋の空気のそういう気分。まさか遠足のエピソードがそこにつながるとは、はい、あのなんかトンボの、ね、羽が薄い感じとか、うん、あとデコピンで死んでしまいそうな、あのなんか弱々しい感じあの感じを、その僕のなんか秋に感じるなんか、うん、あの命の儚さみたいな空気感と、うん、あの合わせて表現したような感じますよね、はい、儚さ、はい、で金箔のゴージャスさの、はい、こう影に潜む儚さみたいな、はい、そうなんです、すごい感じます、ね、あれ後ろが川になって流水門で表現されてるのは、ね、実は三途の川的なイメージなんですけど。そうなんですか、それお話聞くと深いですね、はい、そうだったんですね。金の背景って基本的にあの天あのこの世ではない場所みたいな意味があるの で、うん、その向こう金箔の空間の向こうがもうなんかあの世みたいなイメージで作ってます、はい、はい、って感じですね。よく銀箔とかでも流水紋されてますよね、はいはいはい、難しいんですよね。そうですね、あれは結構、うんうん、そうですね、なんか、うんうん、あれもでも実は、まあ、結構技術的にマニアックなんですけど、うん、その感覚的なことも載ってて、うん、あれは結構その
磨かれたプラチナ箔を見た時のギラッとした感じとか、うん、あとこうなんか目に飛び込んでくるような反射の感じと、うん、この夏の強烈な日差しみたいなのをこうリンクさせて描いてて、大体なのでプラチナの絵ってあの夏の場面の絵が多いんですよ。はい、ですか。それをきらめく水面に見立てたりとか、夏の光に見立てたりとかして描いてます、ね。はい、なるほど、はい、また違った雰囲気で2つともいいですよね。そう、 ありがとうございます、はい、なるほど、なるほど。なんか皆さんいいですね。その作品にこうね、ただうまく描けばいいとかそういうことじゃなくて、なんかこう表現として、ね、こう何かを載せているっていうのがいい話です、ね。うん、ね、強い思いが、ね、皆さんありますから。まさきさんってちなみに NEC に入ってみてどれぐらい前でしたっけ？1年半ぐらいかしら。あ、ちょっと待ってください、うん、1年2ヶ月ぐらいですね。じゃあもう結構あれですよね、もう美術館の展示も出しましたし、はい、こういうこのホールのやつもやりましたし、はい、もう結構オフ会も何回も来てますし、うん、結構いろんなイベントにも参加されてますよね。うん、はい、基本的にはもう全部参加したいなと思っていて。ありがとうございます。うん、そうなんですよ。そう、毎回手伝いにも来てくださって本当にありがたいんですけど、反応とか。ちなみにその、まあ、ちょっと結構前だからあんま覚えてないかもしれないですけど、うん、NEC に入った時ってどういう理由で、なんで NEC に入ったんですかね。最初はですね、私自己流でやってたんですよ、うんうんうん、で画家としてやっていくぞってな中で、うん、まあ、全然何もわからない中自分で調べたりして、うん、で絵の値段を決めるのももうわからないから、うん、まあ、サイズは一応参考に考えてはいながらも、うん、そこに自分の絵がどういう価値をもたらすかとか、エネルギーとか基準に適当に決めてたりとかしていて、あと大きい絵ばっかり揃えて個展やって全然売れなかったりとか、そういう経験を何度かして、でそんな中でどうしたらいいんだろうなっていう時に熊先生と出会い、うん、NEC に入ったんですね。で私としてはもう描きたい方向性はすでに決まって、これでどんどん描いていたので、絵の売り方とかプロモーションについて学びたいな、そこが全然私には情報源もなくて、知識が足りなかったので、そこを学びたいと思って、うん、それをきっかけに入ったら、うん、すごいいろんなことを学べてびっくりしちゃったっていう状況です。そうですね。NEC 本当にいろんな先生がいて、いろんな講義があって、なんか描き方一つとってもアクリル画から油絵から水彩からパステルからいろいろありますし、その絵の売り方に関しても個展の準備の方法だったりとか、まあ、あと普通にオンラインで売るとかもありますし、あと元絵の仕事でいうと、なんかその絵画教室の開き方のコンテンツとかもあります、ね。ありますよね。本当充実してて、もう百科事典ですよね。そうですね。生き字引みたいな、名前がネクストアートカレッジなんですけど、本当次世代の美術大学みたいに、その、ね、なんかアーティストに必要なものが全部そこで学べるようなっていうのを目指して作ってる感じですね。すごいことですよね。だって先生方の長年の経験がギュッと凝縮されて、でそれがまあ、動画になって数十分とかで学べるって、うんうん、いやすごい画期的なことだなと思って。僕が担当しているのに関して言うと、結構その僕がなんか失敗しながら見つけてきたようなノウハウも詰め込まれているので、だいぶショートカットできると思います。ね、それをよく提供しようと思ったなって思って、びっくり。すごい、一人でも、ね、皆さんに絵が売れるっていう体験してほしいと思ってるんで、嬉しいですね。なるほど。人生の時間って限られてますじゃないですか、その中で学ぶのにこう何年も必要だったのがギュッと凝縮して、その空いた時間で絵が描けるってすごい価値じゃないですか。そうですね、すごいことやってるなって。そう、絵を描くの、ね、いい絵を描くのは当たり前ですけど、すごい時間かかるん で、うん、やっぱりその画家さんって、ね、作品と向き合うことに時間使いたい人多いと思うんですよね。まあ、だからその画商さんに、ね、この販売とかの部分をまあ任せるっていうのがまあ今までのやり方ではあったんですけど、まあ、その自分でいろいろ工夫してやってみたいっていう方に向けて、やっぱりその効率的に学べるようにっていうのは考えてます、ね。そうですよね。私も結構タイプとしては、自分でまずやってみたい、自分でやんなきゃ気が済まないとか、そういうところがあって、自分でやって失敗して学ぶことがあれば失敗してもいいし、とりあえず自分でやらないと人から学んでも、なんかそれはなんだろう、地に足のついた知識じゃなく人からもらったものだからって最初思ってたんですけど、でもそれにしても人生の時間が足りないっていうことに気づいて、気づいてからは一生懸命学ぶように変わりました、意識が。あ、素晴らしいですね。なるほどね。まさきさん結構 NEC に長くいらっしゃると思うんですけども、今回このホテルでの展示に参加してみて、こうどんな感想を持ちました？最初はもうすごいホテルで、高級なホテルで、こんな素敵なホールの会場、吹き抜けで丸いこの空間で展示できるっていうことにまずびっくりしましたね。嬉しいなと思って、私もぜひ参加してさせてもらいたいっていうふうに思いました。でここで実際展示をさせていただくと、まあ、今まで私たち
私の日常にはなかったこういうホテルの空間でどんなお客様が来るのかなっていうのも予想はしていたんですけれども、実際あ海外の方が多いんだなとか、和風の絵柄とかがすごく人気なんだなっていうのを展示してすごく実感として初めて分かったこともあってすごく勉強になりました。まさきさんは今回ね、担当でお当番の日ね、在廊の日にたまたまね海外の方がいらして絵を買ってくださるっていう、で接客してくださったわけですけども、なんかあれですよね、そういうのに実際に出くわすと、あ、日本にいながら海外の人に本当に絵売れるんだって思いますよね。そうですよね、今まで実感がなかったんですけど、目の当たりにするとすごい違いますよね、やっぱり。僕も電話で接客してたんですけど、すごいテンション上がりましたね。ねえ、本当、英語がすごいお上手でよく伝えられるなとびっくりしました。しどろもどろだったんですけど。でも本当に印象に残ったのは、そのお客様が、特に奥様の方が、もうベリーキュート、ベリーキュートすごい言ってるんですよ、本当に心を打たれたっていう感じで、絵の力ってすごいなって思いました。そうですね、なんかそこはまさに本当にね、言葉の壁を越えるというか、絵の力ですよね。さっきその絵を、ね、描いて発表する楽しさっていうのが、そのコミュニケーションの楽しさだったり、エンターテインメントだと思ってるっていう話されてましたけど、まさにその辺は、ね、言葉の壁を越えて、なんか絵の魅力でこう通じ合うというか、っていう体験ができてよかったんじゃないかなと思いますね。素晴らしい会場で、そう、僕もすごい良かったですって今回は、そういう意味で。なるほどね。まさきさんは結構 NSC に長くいらっしゃると思うんですけど、NSC ってどういう場所ですか？そうですね、今まで自分の狭い世界から広い視野を持って、こういうふうにいろんな方法があるんだよとか、いろんなこの人たちがいて、こういう書き方もあるんだよっていう広い世界を見せてくれる場所ですね。で、仲間たちもたくさんいて、あ、自分一人じゃないんだなっていう心強い気持ちをもらったりとか、そういうとってもあったかい居場所で、すごく大きかったのは、いつでも相談に乗っていただける先生がいるっていう安心感がすごくて、何かあったら聞けば解決できるっていう安心した気持ちで作家活動を進められるっていうのはとってもいいです。そうですね、結構僕含め他にも先生がたくさんいて、結構それぞれの分野の専門家なの で、もう本当にどうやってそんなこと調べたんだろうっていうぐらい、いろいろな分野に詳しいですし、あと、生徒さん同士、メンバー同士の交流でいうと、結構その僕とかが何も言わなくても、こう自発的にみんなで集まってこう展覧会やってたりとか、そう、私オフ会とかやった時もなんかあっちこっちで絵の話で盛り上がってたりなんかしてて、なんかすごい、それはなんか学科同士の横のつながりっていう、この NSC の環境を生かして楽しく過ごしてもらえて、すごく嬉しいなと思いますね。今 NSC の先生の話が少し出ましたけど、NSC の先生ってどういう印象ですか？どんな人だと思います？すごく親しみやすくて、何でも聞いてくれるなっていう印象です。で、昔から絵の先生っていうと、すごくこう、年齢も上だったり で自分のやり方を教える人がすごく多いなって、自分の地元の絵のサークルを見てると思うんですよね。で、私の母もそういうサークルでいろいろ教わってるんですけど、自己流を教える、なのでなんとか先生の弟子さんはみんななんとか先生風の絵を描くっていう展覧会を何度も見てきたんですよ。ああ、こういう世界なんだなって思ってたんですけど、NSC に入ると若い先生たち、すごい新しい、そういう今の感覚を持ったそういう活動をされている先生たちが多いので、そういう昔ながらの良さも取り入れながら、今の時代に合わせた活動を提案してくださるっていう、そういう広い視野で見れる方がすごい多いなって思っていて、それが今の時代に合ってるし、必要なことなんだなと思って、すごく素晴らしいことだと思ってます。ありがとうございます。なるほどね。そうですね、NSC の先生、本当にいろんな分野の方がいて、僕みたいにそのフリーランス上がりで起業したようなタイプの先生もいますし、あとなんかそのまさに今個人事業主とかフリーランス的な活動をして、その現場でね、子ども向けの絵画教室をやってこう、ね、頑張ってる先生もいますし、あとはもうものすごい有名な大企業、某大企業のお偉いさんでクリエイティブな仕事をされてる方、先生もいらっしゃいますし、本当にいろんな立場の人からいろんなその、専門的な意見とか、情報がもらえるので、僕もなんか
僕も先生ですけど、なんかすごく刺激になっていい場所ではあります、うんうん、なんかね、本当すごいなと思うのは、うん、一つの分野に長けている人がいて、うん、その人から一人から教わると、うん、その世界しか分かんないじゃないですか、うん、それがこういろんな先生からいろんな分野の方から教われる場って普通なかなかないよね、うんうん、そういう場を作るっていうのも新しくてすごいなって思いますね、うん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 、そう、楽しい場所になって、ね、楽しくて勉強になる場所にはなってるんじゃないかなと思います、うんうん、なるほどね。ちなみにちょっとさっき話に出たかもしれないんですけど、うん、正木さんは NAC に入る前はどういう状態だったんですかね。そうですね、私は自己流だったので、うん、もう本当に個展をとりあえずわからないながらにとにかく開かないと絵も売れないし、うん、やってみようっていうことで個展を開いたりはしてたんですけども、うんうん、まあ、自分のいいと思うものでいいと思うサイズの絵を売ってたので、うん、ものすごい大きな12号とか15号を高い値段で地元のカフェに出して売れないなってなってたりとか、うんうん、それはそうですよね、プロモーション何もしてないし、まあ、知ってもらってないのにお客さん集まるわけないし、うん、そういう基礎的なことが何にもない状態で、うん、あの思いつくことをやってたっていう感じです。そうです、あ、そうですよね。なんか特に美大を出た方とかだと、うん、大きい絵を描くことがいいことだ、まあ、もちろんね、それもそうなんですけど、うん、大きい絵を描いてこそ一人前っていうのがあって、うん、まあ、もちろんそういう側面もあるんですけど、うん、大きい絵を描いて活動で発表することが作家活動だっていうふうに思い込んでる人がいて、うん、小さい絵を描くのはちょっと邪道だじゃないですけど、うん、そういう思いを持ってる方もいるんですけど、うん、ただ絵を買って飾りたいお客さんからすると、うん、まあ、あの、まあ、正直言ってそのどれだけお金があったとしても、うん、自分のお家に飾れる場所がなかったら絵は買えないわけで、うん、そうなると、ね、大きい絵がお手頃な価格で売っていても、うん、なかなか、ね、飾れる場所がないから買わないってなってしまいますよね。そうですね、うん、それこそ絵の向こう側にいるお客さんの気持ちを感じ取るってことが大事なんだなっていうのを、うん、学んで分かりましたし、うん、で結構いろんなことを言う人が周りにこう良かれと思って、ね、はいはいはい、すごいあの手助けになると思ってアドバイスくださるんですけど、うんうん、結構その自分の軸が決まってないと、うん、どのアドバイスを採用していいかとかも分からないし、まあ、片やこう画壇に所属してたり美術団体にいる方は、うん、とにかく大きい絵を描いてなんとか買いに出すんだよっていう人もいますし、うん、50号以上じゃなきゃダメだよっていう人もいたんですよね、うんうん、まあ、それ以外にいろいろ自分の経験から教えてくださるんですけど、うんうん、私は最初分からないから全部実践してたんですけど、うん、いやこれは自分で一本心の軸を持って判断ができないとダメだなっていう、自分で判断するっていう大事なことも NAC に入ってその大切さを学んだっていうのもあります、うんうん、もちろ ん, なんか画壇とかの存在を否定するつもりはないんですけど、うん、その画壇にいるアドバイスをしてくださる先輩たちみたいになりたいのであれば、うん、その先輩たちの意見を聞けばいいと思うんですよ、うんうんうん、でそうでもないんだったら、うん、そのアドバイス聞いたらそうなっちゃうの で, そ, うですよ、ね、その人みたいになりたくないんだったらそのアドバイス求める相手はちょっと考えなきゃいけないなとは思いますよ ね, すよね。自分がどうなりたいかをちゃんと自覚してないと、うんうんうん、ね、まあ、いろんなこと、ね、言ってくださるから、うん、どの言葉を聞いていいかっていうのも、うん、やっぱり自分で最終的には判断するべきだし、うん、それで揺らいでると、うん、結局軸のない作家活動になっちゃうなって思いますね、うん、そうですね、うん、それはまさにそうだと思います、うん、なるほどね。それでですね、 NAC に入る前そういう状態だったわけですけども、うん、はい、NAC に入った後はどういう変化がありました？うん、そうですね、入ってからはいろいろ学ぶことがとってもたくさんあって、うん、当たり前だと思ってたことが全然当たり前じゃなかったりとか、うん、ね、絵だってこんな大きいのを描いてちゃダメだっていうことで、うん、小さいのを描いたりとか、うん、そして値段の付け方も、うん、あ、感覚で付けるとダメなんだって言って、うん、5単からで計算して付けたりとか、うん、いろいろやらせていただいて、うん、で個展、今年の春にも個展をやったんですね、うん、でそこでは旧作もあり新作もありっていうので、うん、新作は10点ぐらい出したんですけど、うん、そこで黒沼先生に教わったことを、あの展示のためのノウハウとかもやったところ、うんうんうん、6点売れたんですよ。おー、それは素晴らしい。そう、よかったな、うん、まあ、あとあとね、ちょっと支払いとか後になったりして、うんうんうん、まあ、合計で言うと6点っていう感じなんですけれども、うんうんうん、それがすごいありがたくて、うん、で あとそれであと、なんだっけ、あ、黒沼先生って前、はい、SNS で出されたの見たんですけども、はいはい、
かリンゴの絵を描かれていて、それが売れた。でそれもしかも、はい、オンライン絵画教室のために描いた、はい、お手本の絵が売れたっていうエピソードがあったじゃないですか、はい はい、それがずっと私心に残ってて、はい、そしたら同じことが私に起こったんですよ。そうなんですね。そうなんです、うん、で私の場合はバラの絵だったんですけども、はいはい、SNS で、まあ、販売は目的とせず何の気なしに載せていたバラの写真、うん、絵の写真を見て、うん、お客様が、うん、これ売ってるんですか、欲しいですって言ってくださって、嬉しいですねそれは。これはと思って、うん、久保沼先生のリンゴの時と同じだったもんね、うんうんうん、すごく嬉しくて。そうですね。そうなんですよ。お客さんの側からこの絵を買わせてほしいっていうメッセージが届いたわけですよね、うん、そうなんですよ。で、まあ、一応販売はしてなかったんですけど、うん、ご希望であれば販売しますよっていう形で販売させてもらって、うん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 、いやそれは嬉しいですね。そんなことってあるんだなって思いました。いやなんかそのお金を稼ぐとかそういう話じゃなくて、うん、なんか絵が売れた時のこの嬉しい感じ体験、うん、これを本当に一人でも多くの画家さんに味わってほしいと思っていて、 そうですね、その作家としての自分を認めてもらえた体験になるわけじゃないですか、うんうん、自分がねもともと好き好んであの部屋で描いてた 絵なわけですけど、うんうん、それをお金を払ってでも欲しいって言ってくださるお客様と出会えるっていうのって、うんうん、本当にこうお値段以上のプライスレスな価値があると思っていて、そのこのなんかね作家としての嬉しい体験を一人でも多くの人に味わってほしいなと思って、うん、僕は結構いろいろ活動してますね。あ、そうですね、素晴らしいです。いや嬉しいですねそれは。そうなんです、ね、それこそやっぱり絵はコミュニケーションだなって思うところなんですよね。なるほどね。あ、そうなんですね。ちなみにこう NSC って結構いろんなことやってこられたと思うんですけど、うん、NSC に入った中で後でその一番印象に残ったことってどういうことですか、ね、そうですね、まあ、一番はやっぱりのこぎり山の展示で、うん、あのエスプレッソたまらんの絵をグランプリとして受賞させていただいたっていうことが、あとのこぎり山美術館にも展示していただけたってことがものすごくいい思い出に残っていますね。でそれで買い上げていただいた絵も、うん、実はここでの展示テナント展の方でも出していただいたりとか、ね、うん、私あれ知らなかったんですけど、うん、知ってやった嬉しいと思って、そういうあの喜びサプライズもあったりとか、うんうん、とてもありがたい思い出でした。あ、よかったです、はい、あ、なるほどね。そう、あの絵は良かったですよね本当に、うん、そうなんか、うん、そうやっぱりあの絵からですね、なんか、うん、正木さんっていうすごい頑張ってる人がいるって思って。本当ですか、ありがとうございます。そう、あの絵はすごく思い入れが強くてですね、はい、あの私の中でその時、はい、あの絵を描いた当時って、はい、コロナが今すごくその時は、うん、あの蔓延していて、うん、みんなが不安になっている状態だったんですよ、うん、そういうこう心理的な状態の中で、うん、あ、ちょっとでも一人でも多くの方にちょっとほっとしてもらったりとか、うん、あ、落ち着いて安らぐなっていう時間を味わってほしいなっていうので描いた絵があれで、うん、でふんわりとした優しい気持ちに包まれているような気持ちになってほしくて、うん、ああいう感じの絵になったんですね、うんうん、それが一番分かりやすい形で描けたなっていう実感があった絵なので、うんうん、はい、結構思い入れがあったので、それが受賞ってすごく嬉しくて、ね、うん、なんか実はあののこぎり山の会期の時にうちの母も会場に見に行って、うん、私だったらこれが欲しいなって言ってたのが、まさきさんのあのエスプレッソたまらんの絵だったんですよ。 ありがとうございます、うん、嬉しいです。それが印象に残ってますね。なんかそのうちの母は当然ですけど、その美術の専門家でも何でもない普通の主婦なんですけども、そういう人でもなんかいいなって思う絵だったりとか、嬉しいです、はい、あと実はあのグランプリで投票した先生って実は、うん、あの全部あのあのグランプリってその5人で投票していて、審査員が、はい、NSC の先生、まあ、要は絵の専門家が3人、うん、あとこういう仕事を取ってきてくれる営業のチームの人が2人で、そこの5人で投票してるんですけども、まさきさんの絵に投票したのってあの全部あの NSC の先生なんですよね。すごい僕も投票したんですけど、はい、あの絵の専門家もなんかすごいいいなって思うし、でそういう一般のうちの母みたいな一般の人もなんか欲しいと思うような、うん、飾りたいと思うような絵なので、そういう意味でもなんかすごいいろんな可能性がある、うん、なんか魅力的な作風の作家さんだなっていうふうにあの時から思いました。ありがとうございます、はい、結構私の絵を買ってくださる方は、うん、今まで一度も絵が買ったことないのよっていう方が多かったりするんですよ。そうなんですね、こう分かりやすいというか、とっつきやすいというか、あまりこう何でしょう、景色張ってないというのかな、硬、うんうん、くない感じだから、うんうん、それもあるのかななんて思ったりして、そうですね、うん、確かに格式張ってないっていうのかな、うんうんうん、そうですね、うん、なるほどな、うん、なんかすごいいろいろいい話を聞かせていただきました。今日はですね、あの NSC のメンバーの正木アニーさんにご協力いただいて対談動画を撮らせていただきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。
画家のオンラインコミュニティネクストアートカレッジでは、高級ホテルでの企画展示、さまざまな企業とのコラボ案件、自治体とコラボしたアートで町おこし企画などなど、あなたが画家として輝くアートイベントが盛りだくさん。絵を描くのが好きな方はぜひ概要欄から無料オンライン説明会にご登録ください。